はい、こんにちは、1 1 6インズです。さて、開幕してから1週間ほどが経過した MLB の2023年シーズンですが、今季からピッチクロック、シフト制限、さらにはベースサイズの変更と、 大きなルール変更がいくつか行われ、我々が近年見てきたメジャーリーグのベースボールに大きな変化が生まれた年でもあります。シフト制限によって去年だったら多分アウトになっただろうなと思うような打球が内野を抜けてヒットになったりですとか、また後でも触れますがベースサイズの変更などにも助けられて、マネーボール以降重要性が下がっていた盗塁が今シーズンは今のところかなり増えているところでもありますし、本当にいろんなところで変わってきたなと思っているところです。 そして見る側のファンにとっても大きな変化だったのが、やはりピッチクロックの導入でしょうか。時間制限がないスポーツであるのがある種野球の特色であり、そこに明確に時間制限の概念を取り入れた大きな変化です。またシーズン始まって1週間でありますが、ピッチクロックによっていろんな変化が見えてきている感じですので、今回はピッチクロックについて私のここまでの感想をつらつらとお話していこうかなと思っています。 はい、まずは何と言っても試合のテンポがピッチクロックの導入によって確実にアップしましたよね。ここは MLB が期待していた通りの結果を今のところ得られていると思います。 何秒以内に投球モーションに入らなければならないですとか、プレートを外せる回数に制限、バッターも打席での準備を早く完了させなければならないなどのルールによって、本当に投球間のテンポ上がったなと思いますし、平均試合時間で見ても昨年 MLB 全体で1試合当たり平均3時間6分かかっていたところ、現地時間4月7日の試合が終わった時点での平均試合時間が2時間38分と、実に30分近い試合時間の短縮にもつながっています。 平均で約30分の変化はやはり大きく、先日マリナーズ戦を見ていたんですが、日本時間の午前11時に始まった試合が13時過ぎには終わりまして、まああれは相当早い試合だったとはいえ、1試合見たのに、え、まだこの時間なのと驚いたものです。 去年までだったら同じ時間に始まった試合でも、まあ早くて14時過ぎ14時半、下手したら15時くらいまでは余裕でかかっていましたからね。試合のテンポが全体的に上がり、結果的に試合時間も短くなったことで、休日にマリナン戦をずっと見ていても、前ほど罪悪感というか、あ、今日は休みなのに結局野球しか見ていないなという感覚は少し薄れたかもしれません。 ままたたた自分がが思っってていたよりもピッッチクロックロ気にならなくならくきましたね最初にメジャーレベルの試合中継でピッチクロックを見たのが確かマリナーズとパドレスのスプリングトレーニング初戦だったと思うんですがその時はピッチクロックがバックネットに設置されていたせいか中継にデカデカとそれが映りずっとカウントダウンされる様子が目に入ってしまってなんかちょっと見ている側もせかされている気分になるというか気になるなぁという感覚を覚えこの点は MLB ファンからもかなり叩かれていた印象です ただシーズン本番ではピッチクロックは少なくとも中継上は目立たない位置に設置され、せいぜいスコア表示の端に表示されているくらいですので、だんだんピッチクロック環境下に慣れてきたこともあってか、個人的に今はそこまで気にならなくなってきてはいます。感覚としては NBA のショットクロックに近いと言いましょうか、そこにあるものとしてすでに受け入れつつあるような感じですかね。続いて、9回全体で盗塁しないとむしろ損みたいな環境になってきましたね。 これはピッチクロックだけの影響ではなく、ベースサイズの変更や牽制制限の合わせ技と認識していますが、ピッチクロックである程度どのタイミングでピッチャーがモーションに入るかが、ランナーからすれば掴みやすくなり、かつ今までと比べてそこまで牽制される恐れもなく、塁間もわずかに短くなったとなると、盗塁で次の塁を狙いに行くチームが増えるのも自然な流れかなと、実際 MLB 全体で今のところ盗塁数、そして盗塁成功率は共にアップしているみたいですし、多くのチームが盗塁を増やす方向に舵を切っていることが見て取れます。 ある意味みんな走る環境にシフトしているとも言えそうですが、裏を返すとあまり走れないチーム、あまりアセチックではないチームは今後逆に不利になってくるかもしれませんね。このあたりはシーズンが進むにつれてそういったチームの差がはっきりと出てくるかもしれないなと考えていますが、どうなるでしょうか 続いて、ファンがピッチクロックを使った新しい盛り上がり方を見出した点が個人的には興味深かったです。具体的にはマリナーズファンが開幕戦のガーディアンズ戦で、同点の8回に結構投球間に時間をかけるタイプのジェームス・カリンチャクが出てきて、マリナーズファンが彼の投球間ずっとピッチクロックのカウントを読み上げてやたらと盛り上がっていましたよね。 カリンチャクがピッチクロックバイオレーションを取られた後くらいから、8、7、6、5、4みたいな感じでずっとカリンチャクに対してカウントを読み上げることで彼にプレッシャーを与え、それでリズムを乱されたカリンチャクがランナーを貯めてしまって最終的にはフランスに決勝ホームランを献上。結果的にはマリナーズファンが間接的にチームに勝利をもたらした格好ともなりまして、なるほどこういうピッチクロックの使い方もあるんだなと感心しました。 日常的にこれが使えるかはよくわかりませんが、ピッチクロックを逆手にとってホームのファンが相手投手にプレッシャーをかける手段として、今後他の球場でも見られるかもしれませんね。ここまでは割とポジティブな変化と感じていますが、次からは自分がまだ慣れきっていない部分ですとか、あるいはピッチクロックでもう少し改善できる部分かもなと思っているものになります。まず試合テンポが上がった弊害と言ってしまうと語弊があるかもしれませんけれども、長らみの難易度が格段にアップしましたよね。 去年までだったら何か他のことをやりながら試合を見ることはそこまで難しくはなかったんですが、今はちょっと目を離すと試合がだいぶ進んでいたりしますので、前より集中してみないとなぁと思っているところです。試合を見ながら部屋の掃除とかしようものなら平気で1イニング進んでいたりしますので、このテンポには早くなれないとなと。あとは運用面の話なんですけれども、ピッチクロックバイオレーション時に一瞬何が起きたのかがわからなくなりますので、これもなんとかならないのかなと。 球審が外した時に誰かがタイムをかけたのか、あるいはピッチクロックバイオレーションを取ったのかがすぐにはわかりにくいこともあり、カウント表示を見て初めて何が起きたか理解することもありましたので、ピッチクロックのカウントがゼロとなった時に何かこうわかりやすく違反があったことを伝えるものがあってもいいのかなと、ま、あこれは別に私がちゃんと集中して見ていればいい話であるんですけれども、完全に慣れていないこともあってか、ちょっとまだバイオレーションがあった時にわかりにくいかもなと思っているところです。ま、あここはだんだん慣れてくるかもしれませんけれども、 そして最後、試合終盤はやっぱりピッチクロックの制限を緩和してもいいんじゃないかなと思いますね。これはすでに多くの人が言っているところでありますが、私も個人的には同感です。僅差のゲームの終盤、ここは緊張感を含めてファンとしてはじっくり味わいたいですし、またプレイしている選手たちも緊迫した場面でピッチクロックにせかされて後悔が残るようなプレイをしても欲しくないので、試合終盤だけでもピッチクロックの制限を多少緩めてもいいのではないのかなと。例えば WBC 決勝の大谷 VS トラウトの最後の対戦、 あの一球ごとの緊張感はピッチクロックがある状況であそこまで味わうことはできなかったと思いますし、状況に応じてピッチクロックを柔軟に運用する方針があっても面白いのかなと感じているところです。まあ、この辺はおそらく MLB も理解していると思いますし、もしかしたら将来的に何かしらの対応してくるかもしれませんが、特にプレイオフとかですよね。この辺について何らか対応があってもいいのかなと考えているところです。 一応この辺りのピッチクロックに対する完全に私の感想となりますが、とはいえ導入が決まった時は正直、えー、どうなのと思ったりもしたものの、なんだかんだで慣れてきてはいますし、現場の選手たちも同様のように見えますので、人間の適応力ってすごいなと思ったりもします。 これからシーズンが進むにつれていい部分悪い部分様々な問題も見えてくるとは思いますがそれでも野球というスポーツにとってテンポアップのメリットは少なくはないと思われそれが結果的に新しいファンの獲得より野球の魅力が伝わりやすくなればいいですしそうなることを願っていますということで今回の動画は以上としたいと思います今後もですねメルビン関する動画を上げていきますので興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いですそれではご視聴ありがとうございました